こっちの下の方に下っていきます。対岸が大津町ですね。ここから下ります。ちょっと風が、南風が入って追い風になってます。正面の柳、猫柳を見るとちょっと風が強いのが分かるでしょう。南風ですね。南風で、追い風です。楽勝です。だから風の大きい鯉が、水が濁ってるせいかジャンプして、ジャンプして突っ込んでいきました。もう結構広い川ですな。松浦川、もっと下に行ったら広くなるのかな。橋の方でもくりつけてやろうとですね。そこがちょうど合流点みたいですね。総水、2つの川がぶつかるところ、はい、あそこが三門鳥春日神社。結構大きいですね。あれは社が結構大きいです。おー、さっきの中工場があったところ、これがちょうど流れ込みの合流のところです。鏡山が見えてきました。あ、向こうはやっぱりあれかいな、沖だけですかいね、一番高いところはね。おお、びっくりした。魚が跳ねました。向こうに高島が見えようことですな。海に近づいてきました。帰りはあれに乗って上流に帰ります。お、波が少し、風が強くなってきたんで波が、ちょっとワンワンしてますね。12時です。そこにですね、石があることはですね、そこら辺りまで一旦、で終了としましょうかね。